To Apple TV Plus on August 9th. You the Marine? Yeah. You the ex-con? Yeah, I did time, but you only got to cast aspersions at me. From the director of Mr. and Mrs. Smith and The Born Identity comes a new film. It's your first job. I know what I'm doing. I'm a little late for a career change. Starring Matt Damon. Everybody in New England is after us. And Casey Affleck. Go, 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 go! What are you doing? Taking notes. Taking notes on Take a criminal conspiracy. conspiracy. The Instigators, Reddit R. Streaming August 9th on Apple TV Plus. リスナーのあなたに参加していただく大喜利コーナー少子が採点点略して焦点紹介したものには少子さんが5段階で採点します下から波1点梅2点竹3点松4点そして3階松は5点ですでは今日のお題ですオリンピックは参加することに意義があると言われますがやはりメダルを逃すと悔しいでしょうそこでメダルを逃した選手になって考えてください まず「まるまる頑張ったんだけど」と参加した競技種目を言ってから水木さんの「なんでメダル取れなかったんですか?」に答えてください、はい、ではご紹介しましょうねこちらは「福津市のヒロポニョさんんでですす歩頑張ったんですがなんでメダル取れなかったんですか?」 もうすぐ優勝だと思ったら嬉しくてスキップしちゃいましたゴール1位いやダメダメダメでそこで失格あれ絶対に足のかかとを上げてすごいよねあれ全部チェックしてるのもね審判ね本当すごいですよねでもスキップしたくなる気持ちは分かりますけどはい竹井差し上げましょうこちら福岡県燃えないドラゴンさんです陸上頑張ったんです なんでメダル取れなかったんですか耳栓していてスタート聞こえませんでした <laughs> 外しなさい <laughs>、ね、あの試合前はこうねいろいろ音楽聴いたりとか <laughs> 集,中集中するのがかるけど外そうそうですよね <laughs> スタートわかりませんからねはいじゃあ竹刀差し上げましょう <laughs>、えー、大牟田市の塩サバさん水泳自由型頑張ったんだけどななんでメダル取れなかったんですか カッパが出場してました <laughs> どこの国の選手なんだよ <laughs> 日本かなカッパってそうかなカッパ泳ぎが得意,得意ねはい竹、まあ、これ勝てないわねカッパ、ね、そうですねはい a、えー、南区のあきらぴょんさんです柔道頑張ったんですけどねなんでメダル取れなかったんですか最後のルーレットで外れ引いたんですよあ のあの抽選ね団体戦のどう思いますか <laughs> あれさだってあんなもの細工しようとかでいくらでもできるからねと思っちゃいますよね思っちゃうよねそういうよりもさ、うん、目の前でだくじやるとかさ、うん、なんかした方がいいよねと私も思いまよじゃんけんするとかさ、うんうん、あるいはあの60キロ級とか90キロ級とか書いてあるルーレットもあったけど、はい この人が言うように、外れっていうのがあったらいいよね。<laughs> 外,れ外れになった時には両チーム負け。両チーム負け。<laughs> ここまで来たのに。れ<ー>はい。ね、残念すぎる残念です。はい、竹差し上げましょう。はい。どんどん行こうね、えー。こちらは黒もこさんは相楽の方。オリンピック頑張ったんですが。なんでメダル取れなかったんですか。本当。 本当に頑張ったんですけど私にはメダルをかける首がなかったんです、えー、怖い夏だけにって書いてある <laughs> 夏だけにちょっとヒヤッとしました怖い怖いマリー・アントワネット怖いああ武井さんす、ね、あの開会式の演出も怖かった、ね、はい、えー、神埼市の熊野川のかっぱさんです高飛び込み頑張ったんだけどな なんでメダル取れなかったんですかバンジーロープのせいで入水できませんでした<ー>戻ってっちゃった <laughs> <laughs> ビヨ<ー>ン <laughs> ビヨ<ー>ンっ <laughs> て気がつこう飛び込む前に <laughs> ね <laughs> <laughs> はい酒差し上げましょう <laughs> はい、はい、どんどんいこうね、えー、こちら初投稿ですねありがとうございますピン、えー、パパさんですやり投げ頑張ったんだけどな記録が伸びず<な>あごめんやり投げ頑張ったんだけどな <laughs> なんでメダル取れなかったんですか記録が伸びず投げやりになりました投げやりになった読み方も間違えたけど実は投げやりになったっていう人いっぱいあったんですよあ<ー>今日は初投稿なので読みましたリンパパさん、うん、ということであの梅を差し上げておきますので、はい、来週からもぜひ投稿お願いいたします梅二、ね、点ですはい続きまして出がらし文次郎さんです柔道かなり頑張ったんだけどな ななんんででメダル取れかかったんですか得意技の泣き落としが効きませんでした <laughs> そんな技ねえからはい落としじゃねえんだから <laughs> 泣き落としじゃね,ねえもしあってもその技は,、はい、は効かないですね、うん、はい、えー、続きまして長崎市カルボンさんです自転車競技頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですか補助輪つけたら失格になりました <laughs> 乗れるようになってから出てください。ね、<laughs> 自転車乗れないのに。むしろ補助輪つけて、<laughs> あのバンクの方がよ <laughs> <え>かなり難しいと思うよ、補助輪でつけた方が。そうですよね。<ー> <laughs> 面白いね、補助輪ね。松 <laughs> を差し上げましょう。はい、はいえー、続きまして、こちらは、えー、平和大美馬敦夫さんです。アーティスティックスイミング頑張ったんだけどなぁ。 なんでも採点なんかそんなの関係ねえそんなの関係ねえそんなの関係ねえはいおっぱっぴー。<laughs> <laughs> うん、小島よしおくんが出てたんだね。<laughs> <laughs> そんなの関係ねえねえ。た <laughs>、ね、だそれが言いたかっただけだと思いますけど。<laughs> なるほど。はい。これじゃあ読んだだけ。はい、読んだだけですか。はい。お、九十六点ですから。ハピママさん周知がかかってますね。い、うん、きますよ。ハピママさんの作品です。棒高跳び頑張ったんですが、なんでメダル取れなかったんですか。 長めのフランンスパンじゃ折れるわ折れるわそんなグ <laughs> ラパリにねそうですねピッピッと言いながらうん、うん、はいじゃあこれ竹ですので <laughs> <あ>来週また真打ちかかってますので <laughs>、はい、頑張ってくださいねさいはい続きましてこちらあ現在19点ですから前座がかかってます、はい、久留米市のまっつぁんですはい 走り幅跳び頑張ったんですけど。なんでメダル取れなかったんですかいや、それどこじゃないんですよ。<ん>砂場に帰りの電車賃落としちゃったんでみんな探して。<laughs> <laughs> 砂場に電車賃。あのね、オリンピックでチャリチャリ言わせながら助走するのやめてくれる <laughs> チャリチャリ、チャリチャリ裸線で。そうですよね。<laughs> そそ、うん、落落ちちるわねそれは落ちますし大変ですよ、うん、なぜそこに持ってきてそこにるんだ電車で通って <laughs> オリンピック選手が <laughs> ねチャリ戦で、ね、はいー、えー、ユーロで通ってんだね、はい、じゃあこれも、えー、竹差し上げましょうはい、はい、ということで前座昇格ですおめでとうございます はいということで最後、はいえー、の手ぬぐいをお送りしますのでお楽しみそしてこれ以降またね頑張ってそうですねはいとこよろしくお願いいたします続きますよえー、続きまして、えー、あ五十歳児さんおお <laughs> 誕生日の五十、はい、<laughs> 歳になって初めての<歳>初めての、ね作,品ね、作品ですよはい、えー、とこちらねやり投げ頑張ったんですがなんでメダル取れなかったんですかみんなが強くてさじ投げちゃったんです。 あこれはうまいみんなやり投げだからね投げやりとかになるところさじさじ投げたさすがですねじゃあこれ竹差し上げますおめでとうございますおめでとうございます何がおめでとうって誕生日がねそうそうそう50歳おめでとうございますおめでとうございます続きまして千葉の日光で日光さんはメッセージもついてて木曜日から地球半周旅行に出ており金曜の朝は台北におりますうん リアルタイムで聞けるかわからないですが来週も旅先から写真も添えて投稿したいと思いますいいですねあ楽しみですはいでは日光で日光さんの作品です体操の釣りは頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですか毎日の通勤電車で練習重ねたんですがパリの地下鉄でも練習すべきでしたこれね あれなんですよ。うん、パリの近くって釣り川ないんですよ、うん。そうなんですよね。あ,あのーえー、僕も乗ったことありますけど、うん、ないんですよ。で結構揺れる。揺れるんですよ。すよだからどこ泊ま結構ね、まあフランス期間になりますけど、本当 <laughs> ねなんかズボラな国ですよ。<laughs> <laughs> 安全性考えたら釣り輪があった方がいいじゃ立ってる人のために,確かにね座ってる人はいいけどねうんまあ体幹は鍛えられるい,いやいやいやそうかもしれない、はい、もう一つあります飛び込み頑張ったんですけどななんんででメダル取れかかったんですか契約はいっぱい取ったんですがいろいろ波紋が広がりまして、うん、その飛び込み <laughs> <laughs> 契約取れればそれはそれでいい飛び込み営業の飛び込みじゃん <laughs> それはす晴らしい金メダル金メダルですよねこれは,ね <laughs>、うん、はい。じゃあこれ飛び込み待つ差し上げましょうねはい、はいはいえー、もうちょっといけるねはい、はいえー、こちらは熊本県のいっちゃんさんですマラソン頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですか疲れて途中ででタクシー乗っっちゃったんです <laughs> 大胆乗っちゃったね乗りたくなる気持ちはわからなくもない、うん、よねじゃあもう出ちゃダメだねマラソンそうですねはい続きまして、うん、福津市のリピオさんですフェンシング頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですかお尻の穴だけ狙ってたんですあのね、えー、<laughs> 何それ <laughs> あのどんなあのサーベルね先が曲がってなきゃいけない先が U 字になって後ろを向くことないねないからねあのピュッて股間からキュッて引っ掛けるようにそれでもなかなかあの高度な技ですいやこれはね多分無理ですよでお尻の穴だけ狙うっていうのはね面白いけどねはいじゃあ竹差し上げておきましょうではここで今日のお題をおさらいしておきましょう オリンピックは参加することに意義があると言われますがやはりメダルを逃すと悔しいでしょうそこでメダルを逃した選手になって考えてくださいまず「まる頑張ったんだけど」と参加した競技種目を言ってから水木さんの「何でメダル取れなかったんですか?」に答えてくださいではご紹介していきますねはい、はいえー、こちらは現在98点あっ真ちまじかですね博多区の雑誌のプーさんです、はい マラソン頑張ったんだけどなななんんででメダル取れかかったんですか給水ポイントの水がポタージュスープでした <laughs> ちょっとね,ね冷静でもねうポタージュスープじゃね,うねどうなんでしょうね98点かどうしましょうかう難しいとこだなこれはねえー、じゃあ えー、竹差し上げましょう <laughs> おめでとうございますありとうございます昇進ですはい、はいえー、ということで、えー、ご祝儀そうですねはいということですよお楽しみに、えー、い,いくらかは知りませんけど <laughs> ご祝儀ですはい続きましてこちらは、えー、久留米市のま山さんは現在19点<お>これ全然かかってます、ね、そうですねはい 棒高飛び頑張ったんですけどななんんででメダル取れかかったんですか間違って物干し座を持って飛ぼうとしたら洗濯物が足に絡んだんです <laughs> <laughs> 飛ぶ前に気がつこう洗濯物がそこについてますから <laughs> そうですよね, <laughs> ねえ、ええ、気がついてください <laughs> はいじゃあ竹差し上げますおめでとうございます,、はい、います前座昇格 <laughs> はい はいということで、えーね、2つ目真打目指してままた投稿お願いします先ほど真打になりました雑誌のプーさんは真打、うん、になったからといって投稿をやめずに引き続き、えー、モチベーションを高く持ってやっていただきたいと思います、はい、さあ続きまして、えー、こちらは中央区のコツコツさんです近代五種競技頑張ったんですがなんでメダル取れなかったんですか飲む使うのの三種ななら負けないのに <laughs> <laughs> ね、うとう3種,3種 <laughs> そんなのねえしオリンピックに <laughs> はいえーというか、まあ、これはけですねはい、はい、続きまして秀ちゃんさんですアーチェリー頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですかいや全部真ん中に抜いたんですけど全部隣の的でした <laughs> 気がつこ <laughs>、ね、1>, 1回目で <laughs> 気がついてください。うんでも隣でもね。ね、真ん中全部。真ん中なら。そしたらもう。こっち、い抜けるはずだからね。はい、竹へ差し上げましょう。はい、ええー、こちら東区の、三島崎東村さんですね。飛び込み、頑張ったんですけど。なんでメダル取れなかったんですか。 東坊で最終調整してパリに向かったんですが下の方にエッフェル塔が見えてるのに降りていけないんです<わ> <laughs> 夏だね <laughs> また <laughs> また棒神棒で飛び込みそこはもう頑張らないでくださいちょっと名称に、ね、なってるからねやめてください飛び込まないでください、はい、えー、っとおこちらじゃあ何竹を差し上げましょうね 続きましていきましょうこちらは,小の桃太郎さんは2つありますレスリング頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですか負けそうになったので毒斬り食らわしたら反則カウント取られずに負けました何でプロとアマでルール違うんだろうああんかプロレスラーでねそういう人いるんでしょうね<ー>はい、えー、もう一つ、はい、レスリングで頑張ったんですけど なんでメダル取れなかったんですか?。レフェリー投げ飛ばして、ゴングで相手殴っちゃいました。なんでプロとアマまでルールが違うんだろう。プロレスとレ、<laughs> ね、あのー、<laughs> レスリング違いますから、うん。そうですよね。はい、もう。うん、もうね、ね何でもありじゃないんですから。らはい、竹差し上げますね。はい、津雄忠コーストさんは、み、あ、二つです。近代五種頑張ったんですけど。なんでメダル取れなかったんですか?。 競技会場間違えて近畿大学行っちゃったんですけど <laughs> 近代 <laughs> 近代が違ったね近代近代違い近代違いでしたはいう、ねうはい、もう一つです重量上げ頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですか判定のランプがつく直前にバーベルにハエが止まったんです <laughs>

ね、はい、続きまして、こちらは、初投稿さん。<ー>え,え、っと、パリジえ、パリ、え。これ、バ、パ。パリジか。パリジー、ちょっと、こういう字が見えなくなってきちゃった。パリジさんね、<laughs> 初投稿です。はい。アーティスティックスイミング、頑張ったんです。なんでメダル取れなかったんですか。食い込みが痛くて、我慢できませんでした。ほら、初投稿だから、読みましたけど。<laughs> アーティスティックスイミングめちゃくちゃ大変でしょあれそうですよあれね水の中で水の上はねちょっとやかに見えますけどそうそうそうずっとどこ見てんのそうですよ読んだだけですはい来週からも頑張って投稿してください続きまして大牟田市の塩サバさんです水泳自由形頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですか 途中でビート板が外れて覚えましたビート板 <laughs> 自由すぎるだろそれは <laughs> いくら自由型でもビート板使って泳いでる選手はいません <laughs>、うん、ねえビート板なんて <laughs> ねえ,ねえ小学校あの、うん、もう泳ぎ始めた頃そう最初のね頃ですね、うん、えー、もう一個読んどこうかねういはいマラソン頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですか走っていてい 犬のうんんこ踏でこけちゃいました落ちてませんからそうですよねオリンピックのマラソンコースにそんなものでもどうだろうパリの街は結構そうだねズドラだからねフランス人ってちょっとねらトイプードルみたいなねああいう犬を散歩させて確かにねあの観光地の綺麗なとこばかりじゃないからね あったねとかたねからねパリもね <laughs> ちょっと <laughs> いや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  <laughs> ねえ、うん、あれい,<や>、ね、いいじゃない他の番組とかではもうパリオリンピックでそう賞賛盛り上がってるから <laughs> あの、うん、選手たちは素晴らしいけどねっそう パリンの街は映ってないところは <laughs> そういうところもあるっていう情報もね,ねちょっと必要だと思うようそういう人が暮らしてる <laughs> そ,、ね、そういう,なんかこう生活感のあるところもありますよ <laughs>、ね、そり、はい、じゃあこれも竹差し上げておきますはい、はい、続きまして特許管理人さんは南区の方ですね走り幅跳び頑張ったんですけど なんでメダル取れなかったんですかいや高齢者の私でもできると思ったんですよ走りババア飛びババア飛びねどんだけ飛ぶんだババア <laughs> 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 飛んどけババみたいなや <laughs> <laughs> いや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 ちょっとね、はい、あの、うん、骨折したりしないように、はい、そうね竹差し上げましょう続きまして糸島ポップさんです女子体操頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですか 段違い平行棒の演技中三段バラが棒と棒の間に挟まって身動きできなくなったんです <laughs> そんな人出ないでしょ <laughs> 体操選手で <laughs> 三段バラの段違い平行棒に、ね、すっごい揺れそうですうすごい揺れるししなるし <laughs> <laughs> しなってどう <laughs> しますか挟まってそのまんま手離してぐるぐる回ってんの <laughs> すごいよそれはそれで 三段バラ違い平行棒新しい競技 <laughs> うわおも、ねはい、いかもね竹武差し上げましょう <laughs>、えー、こちらは、えー、南野しんちゃんさんです男子バレー頑張ったんですけどなんでメダル取れなかったんですか誰だよケンシロウ入れたのボールはすでに割れている <laughs> 健太郎はいましたけどね男子バレーにはねケンシロウは入れちゃいけませんねすで <laughs>、えー、にボールは割れている <laughs> はいじゃあこれも竹を差し上げましょうはい、はい、続きましてこちらブラック坂48さんですゴルフ頑張ったんですがなんでメダル取れなかったんですか前半9ホール終わってランチ食べてビール飲んだら後半ガタガタでした <laughs> オリンピックです オリンピックですそんなビール飲まないでください、えー、ランチでね。四年分の思いがそうですよ。えー、はいえーっとこれはもう一つあったかなあもう一つありましたブラックザカポテエトさん。はいブレイキン頑張ったんですがなんでメダル取れなかったんですか。 回転してたたらカツラが飛んでった <laughs> ブレーキカツラでやっちゃダメでしょう <laughs> 頭頭でもそれが今度パフォーマンスになるかもしれないね受け、ね、るって受けるって <laughs> カツラで回ってたのみたいなねえ<ー>、うん、ちょっと新しい種目だからオリンピックではで採点がどうなるかねカツラで <laughs> ねそれでもいい得点になったらそうよいろんなことをやってくるよみんなみんなそうになっ考えて,て考えるようね 竹差し上げましょう <laughs> はいえー、っともうあと読めるのは一つぐらいかなじゃあえー、こちらかなはい、はいえー、博多市長さん南区の方ですアーチェリー頑張ったんですがなんでメダル取れなかったんですかパジェロの的に当てたくなってって、いやそんな的ないでしょう <laughs> あの東京フレンドパークじゃないですからね <laughs> はいということでこちらじゃあ竹差し上げましょう、はい、さあ、えー、ここで来週のお題を発表いたしますね、はい、来週う8月16日のお題はこちらです「高校野球夏の甲子園大会真っ盛りです球児たちの汗と涙が感動を呼びますが金サイトでは感動を呼ばない こんな高校球児は嫌だを考えてくださいまずこんな高校球児は嫌だと言ってから水木さんがどうしてと聞くのでその理由を教えてくださいはい例えばこんな感じですよこんな高校球児は嫌だどうして試合開始のサイレンを聞くと遠吠えを始める <laughs> <laughs> 野球やってらんないからねんねですはいえー、もう一つ、はい、こんな高校球児は嫌だどうして 打席に入る前に主審にそっと千円札を握らせる。ちょっとそれ狭めてとかね。か千円っていうとか高校生らしくない？そうか <laughs> 確かにね。でもなんかこう青春とかそうなんだものが一気に黒くなる。<laughs> 金サイトではそれをお届けしようということで、<laughs> ぜひ来週考えてみてくださいね、はい。お一人いくつでも送っていただけます。メール、ファックス、金サイトの X、そして LINE の公式アカウントでお待ちしています。メールは金アットマーク rkb-r.dot.jp、ファックスは零九二八四四の八八四四です。SNS の場合は漢字で金、カタカナでサイトと検索してください。たくさんの投稿お待ちしています。裏には。 裏がある「表ばかり見ていると羨ましいし恨めしい」なら見てみよう「裏側を」「聞いてください」「裏話」「努力はきっと裏切らない」「裏にしかできない人生のさよなら勝ち」を目指して藤原玉城 日曜の裏「RKB ラジオ」で毎週日曜朝10時15分から放送ポッドキャストでも同時配信しています。